モンスターボール、レベルの合計が155以下のポケモンたちで繰り広げられるバトルです。さあ、彼らは一体どのようなファイトを我々に見せてくれるのでありましょうか。ポケモンは3対2。これだ！狙い的中！あーっと、あっけなく倒れてしまった！さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでキャタピーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。戦う構えに入って、さあ一気に爆裂、これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。ポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おお、
っておるか。一撃で崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでヒトデマンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。これで決まるか。あいったー。これで勝者決定です。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、判決の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。鋭い攻撃、一撃でダウン。早すぎるダウンです。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでゴマゾーンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。強い攻撃、ダメージは大きいぞ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでウソッキーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。いった。おっと、このポケモンではまずかったか。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。バトルもますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。ここで地震攻撃、狙い的中。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでポリゴンの登場だ。
現在のところ残るポケモンは3対2。モノ攻撃激しいヒット、一撃で崩れ落ちた。さあ一方的な試合が展開されております。ここでコイルの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。決めの一撃が入った。これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。ここで